こんにちは、劇団スカッシュ、けん玉クラブです。今日はですね、検定を受けてみたいと思います。緊張でちょっと手が震えてるんですよ。自己紹介から。まあ10球大皿1回スタート。9球8球ちょっと静かすぎやしないかい。7球いくよ。2、3、本当につまんない奴らだよ。つまん、あんたたちの検定をつまり合格。ようやく喋る元気が出てきたみたいだね。中皿2回豚バラババア。生じゃないことだ。こう。ああ懐かしいね、この本私が書いたんだよ。ろうそく1。ようやく喋る元気が出てきたね。あんたみたいな子は喋りすぎて失敗するタイプだよ。そういう子を待ってるんだよ。言っていいことと悪いことがあるでしょ。飛行機にが合格。まああんたがろうそく2回はい。私は昔結婚していたんだよ、H と。ようやく夕日が来たね、息子たちよ。画面通じ主戦度ババ。主戦度だと。あんた分かってんだよ、あんたのことは。はい、失敗。まあ、あとは、うん、銀のかい。あじゃん。あんたの失敗が私の栄養になるなと分かってるよ。一発で OK やるね。この辺から手が震えくんすよ。いや、俺も全身が震えてんすよ。あー懐かしいね、その顔。H は昔ね、私にこう言ったんだよ。ばこの函館の雰囲気を君にあげようと。たった10回しかない。練習でどんなにできたって、私を若返らせてくれるのはあっただよ。ほらどう、第3回目の失敗。私はね、あんたのファンに嫌われててもあんたを失敗に導くよ。あんたの剣の持つ位置がちょうどチンチンのあたりで面白い感じだね。やった、あんたのそういうところも栄一に。そうか、1回成功。もう1回成功すればよかったね。やった、飛行機の要領でやったら失敗すんだから。そうやってね、太い剣を刺さなきゃいけないんだよ。ゴムゴムのケツゲー。何言ってんだよあんたは。早く振り剣を成功させ、今からやるみたいな雰囲気だって。さあ、けん玉みたいな T シャツ着たあんただよ。飛行機3回やんなきゃいけないんだよ。1回失敗、あんたもここで終わりかね。まあ1回成功。飛行機は意外と難しいで有名だからね。記憶が消えてきた。飛行機なんて。さあ6回。ああ楽しい、ああ楽しい。今7回。ああこれはもう無理だろうね。あと8、9、10回。あと3回の挑戦で2回入れなきゃ。ここで脱落する。あんたは、あんたは面白い顔してるよ。またおいでね、私を若返らせに。マー君4球。あんたはもう受けに来なくていいよ。先生、あんたのその剣の位置が面白くて私は笑いそうだよ。汗の量が尋常じゃない。あんたまさかここで本気出してるね。もう朝一から震えが止まらない、震えが止まらないってうるさかかったかからね。あんたキャラクター濃かったんだね。あれ、あんたそのブレスレットどうしたんだい。まさか伝説のけん玉師のあの やつかい。けん玉 USA からもらったのかい。お、一回成功。あ、キャラのマークがここの気抜いていいんじゃないかい。さあ気を抜くタイミングだよ。ここで気を抜いて次に備えるべきなんじゃないかい。そうそう、気を抜いてね。まあ無理だったら無理だ。お、何してんだ、あんたもう来なくていいよ。私はね、あんたたちに言ってないこと。あんたキャラクター濃いね。言っておかなきゃいけないことが一つある。気楽にやったらいいわよ。気楽にやるね。フリケン3回、ついにここからだ。日本一周2回、世界一周1回の2球だよ。これは前人未到だね。実は私はね、私は実はけん玉試験官の資格を持っちゃいないんだよ。私はあんたに2球あげることはできないんだよ。偽物の試験官だよ。振り剣はあと2回だよ。できんのかい。乱れてますか。乱れてるね。ほら、私はね、おお、出来上がったね。もう間違いなくできるからね。私はもう見てないよ。もう見ずに、見ないでいるからやっとくんなまし。
おーできたね。あんたに新しく貸すしては日本一周一回。いや、なんだよあんた、なんだよあんた。あー世界一周だよ。さあ世界一周できるのかい。さあ、だよ世界一周2回目の挑戦、3回目の挑戦だ。あー残念だったね。さあ何回でもやってもいいわけじゃないんだよ。おーさあ2級合格だ。あんた、こっから先はもう惰性で十分だよ。あんたもうできるよ。1級合格しておくれ。私は1級合格する人を見るのは初めてだね。日本一周3回、世界一周1回、東大1回、もしかめ50回、よーいスタート。1、2、これが日本一周だね。おっと間違えたことをみんなに教えるところだったよ。どんと、どうしたんだい。いや3回目の挑戦でもう1回失敗しちゃったらもうこれは無理だって何回も言ってるよね。4回目の失敗、5回目の失敗、5回目の挑戦。ちょんと、おい、5回中2回だよ。あんた無理だろう。あんたには無理だろう。ちょんちょんちょん、これが日本一周だ。あんた教科書みたいな男だよ。世界一周を2回やっておくれ。あたしはね、世界を見てみたいよ。あたしが行きたい国はオランダだね。オランダのね、アムステルダム。最初に言っておけばよかった。ちょんちょんちょんでポンって入れるだけなんだよ。ポンって入れるだけなのにね。さあ4回目の挑戦にして新たな真実事実を教えるよ。実はね、このけん玉検定、帽子をかぶってる人は不合格なんだよ。残念だったね。ここまで来たな。東大が得意な人間なんていないんだよ。東大っていうのはね、私の知る限りまぐれの技だよ。1回で成功させてくれんのかね。どうなのかね。1、2、3秒経過。成功。よっしゃ、この男。あんたもしかめ50だ。さあもしかめ50回。これはね、今までと違って10回もやらせらんないよ。時間がないからね。2回だけの挑戦中、50回もしかめやれたらあんたになんと神の称号1級を捧げるよ。さあ始めたまえ。これ緊張すんな。見てよ。 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。あ、数えながら喋るな。あ、頼んだよあんた。さああんた失敗してもいいんだよ。ここでボロンと劇的なドラマを仕上げようじゃないかい。49、50、合格だよ。やめなあんた。ああ、うるさいうるさいうるさい。私は申し込めろ。救急車。あんた救急車呼んできな。ピッポッパ。お任せください、人のトラブル。ありがとうございます。どうしたんだよあんた。ありがとうございました。いや、1級なんてそうそう見れるもんじゃないですよ。東大できないですもんまだ。今度は、日本けん玉協会の会員に入会して、本当の試験を受けに行きたいと思います。ああ、それでは汗がすごいですけど掃除をしてこれからもけん玉を頑張りたいと思います。いや、東大もありがとうございました。東大なんでできんだろう。ここ問題でしょ普通。それではどうも、研修ありがとうございました。おー、できた。